マーテル・ウェブスターはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身の元バスケットボール選手。身長201センチメートル。体重95キログラム。ポジションはシューティングガードとスモールフォワードを兼ねるスイングマンとして活躍した。高校卒業後すぐに2005年の NBA ドラフトでポートランドトレールブレイザーズから全体6位で指名されて NBA 入りした。 最初は目立った活躍ができず、2006年1月に NBA デベロップメントリーグのフォートワースフライヤーズ入りを宣告され、最も高順位でドラフト指名された D リーグ入り選手となったが、2月には NBA に復帰した。年々スリーポイントシュートの成功率を上昇させ、それとともに試合出場時間も徐々に伸びつつある。2007から08シーズンには主に、 スモールフォワードとして70試合に先発出場し、チームの中心選手となった。2008年1月5日には、自己ベストの26得点を挙げ、そのうちの24得点は、第3クオーターで決める大活躍もあった。同年10月31日、ブレイザーズと4年間の契約延長を果たした。2009年2月20日、 左足の怪我でシーズンの懲り試合を欠場することが発表された。このシーズン彼は5分間しか出場できなかった。2010年1月23日には自己ベストの28得点を挙げた。2010年6月23日、ライアン・ゴミス、その年ドラフト指名されたばかりのルーク・バビットとのトレードでミネソタティン・バウルブズに移籍した。 2011から12シーズン終了後、ティンバーウルブズを解雇された。2012年8月29日、ワシントン・ウィザーズと契約。しかし、ウィザーズでは数々の負傷に悩まされ、2015年11月30日に解雇された。2017年9月16日、ニューオーリンズ・ペリカンズとトレーニングキャンプに関する契約を結んでいたが、キャンプ前に30日に、 バスケットボールからの引退を表明した。ありがとうございます。